皆さん、こんにちは。今日はエビスバー 1.02 と再戦したいと思います。1回目は10ショットガンバツ2と、ニードルキャノン、6連ミサイルでしたが違う構成でいきます。レーザーがどのぐらい効くか検証の開始です。いやしかし、垂直ミサイルの追尾性能半端ね。なんか、うまく回避できません。さすがに重すぎたか？レーザー直撃するといいダメージですね。レーザーを連射していると、撃つことに気を取られて、私と相性が悪いみたいです。やはり、老兵には住所がお似合いか？お、いいぞ、一気に削ってやれー。オラオラオラー。ワンスタッガーで一気に半分削れましたねー。アサルトアーマーは外しましたー。かけるの字ギリ直撃ー。クイックブーストで接近して、アサルト食らわせたいのですがエネルギー切れになりやすい構成です。PP、ブーストしても回避できない。はぁ、なんとか1回目撃破。落ち着いて対処しろ、621。敵コーレル反応、停止。待て、まだ終わっていない。再起動します。これがアイビスシリーズの進化ということか。周辺航路の検証、環境からエネルギー供給を受けています。ジェネラルが完全に破壊しない限りこの機体を止められない。エビ残り 50%、 エビ残り 30%。いやあ、このの字ギリかわせない。老兵はアセンが合わないとこんなもんです。そう、ここまでだ。この後、倒したのですが PC の調子が悪くここまでしか録画できてなかった。とりあえず、バトルログ全回収のためにステージリトライでしたので、プライドをかなぐり捨てて、住所2丁で行きました。構成はこんな感じ。次回へ続く。